マクラーレン MP4 から27は、マクラーレンが2012年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカーである。2012年2月のヘレステストでの MP4 の27。ノーズは初期型タイプ。コアンダエキゾースと2012年2月1日に、マクラーレンテクノロジーセンターで発表された。発表会の模様は、マクラーレン公式サイトと、 フェイスブックから中継された。この年、レギュレーションと空力性能との兼ね合いから多くのチームがノーズに段差を設けたが、MP4 から27のノーズは段差のないフラットな形状を持つ。これは先代の MP4 から26からモノコックが規定の高さより低く設計されているためである。序盤戦はノーズ先端がやや垂れ下がった形状だったが、 5月の、ムジェロ合同テストで先端が持ち上がった薄型ノーズをテストし、第5000スペイン GP 以降はこのタイプを使用した。排気系レイアウトの変更に伴い、MP4 から26の特徴であった L 字型サイトポッドは廃止された。マクラーレンは、排気管放出部分のボディを、コブのように膨らませて、溝を設け、排気を、後輪内側方向へとコントロールする。 コアンダエキゾーストを開発。後に、フェラーリやメルセデス、ロータスといった競合チームもこのデザインを模倣した。エキゾースト周辺はカウルが別体化されており、細かな形状変更が重ねられた。アメリカ GP では、サイドポッドに描かれるメインスポンサーロゴが、ボーダフォンではなくベライゾンワイヤレスに変更された。同社は、ボーダフォンと、 ベライゾンコミュニケーションズの合弁企業であり、アメリカ最大手の携帯電話キャリアである。カナダ GP で優勝したハミルトンテストから好調なペースを見せ、そのペース通りに開幕から2戦連続で予選フロントローを独占する。ジェニソン・バトンが開幕戦を制し、ルイス・ハミルトンは開幕から3戦連続で表彰台に上がり、順調な滑り出しを見せた。しかし、 第4戦バーレン GP 以降は2012年型のピレリタイヤの特性に振り回されてペースが乱れた。特にバトンはセッティングの方向性を見失い予選では93突破に苦労し決勝でもポイント獲得が精一杯という有様が中盤まで続いた。一方のハミルトンはそれほど苦しまなかったが度重なるピットミスにより マイレースのごとく、順位を落とし、第5戦スペイン GP で大差をつけて獲得した、ポールポジションを、チームのミスにより剥奪されるなどを結果につなげず、第7戦カナダ GP まで初勝利を待つこととなった。大型アップデート投入により、第10戦ドイツ GP から、優勝争いに復帰すると、第11戦ハンガリー GP と、第13戦イタリア GP をハミルトンが、 第12戦ベルギー GP をバトンがそれぞれポール2、ウィンで制し、チームとして3連勝を飾った。第14戦シンガポール GP でも、チームとして4戦連続となる、ポールポジションをハミルトンが獲得するが、トップ走行中にギアボックストラブルによりリタイア、してしまう。ハミルトンは、第18戦アブダビ GP でもポールポジションから、 余裕のトップ走行中にマシントラブルでリタイアしており、信頼性の問題がタイトル争いに影響した。最終的にダブルタイトルを獲得した、レッドブルと同じ回数の7勝8ポールポジションを上げ、ラップタイムの平均値では2012年最速マシンだったという分析もある。しかし、バトンのシーズン途中の不調に加えて、トップ走行中3回のリタイア等で、 多くのポイントを失い、コンストラクターズではフェラーリにも抜かれ3位、ドライバーズではハミルトンが4位、バトンが5位という結果に終わった。ありがとうございます。